Yo, what is up, guys? So for today, we're gonna be playing Scarlet Nexus, and we're gonna continue on after this. I'll probably call it a session, cause like up to this episode, I've been playing just one session. Obviously, if you see my shirt, it's the same one. So, Fubuki Rentaicho. Uh-oh. 話を聞いて。話って。ナオミのことだよ。彼らにも伝えたけれど、今回のことは決して口外し。口外するなって。言葉通りだよ。それが君たちを守ることに。それとユイト、ここに来るときにアンプルみたいな。あ。それはこちらで回収して。そのアンプルは何なんですか？このアンプルは簡単に言うと超能力の強化剤だよ。超感覚刺激ホルモンをセイランで開発しているとの情報は入手している。隠し事ばかりなんです。そうだね。残念だけどこんな窮屈なクモの巣には近寄らない方がいい。とにかく二人とも一緒に安全な場所へ。いえ、この先にかさ、あの、重ねが心配な。わかった。重ねにあったら、二人とも無理はしないようにね。こちら、それと、前線本部は撤退する可能性があるから、救援隊とご、それから改めて周防へ戻れば、より安全だからね。あー、シッ。That's not like sus at all, bro. Hopefully I'm not selling anything important, even though the game's like not telling me it's important. Cause you know, why would it? And that's not me being negative, that's literally like, I don't know what the fuck the game is like. The game hasn't explained, okay, hold on. Yeah. Game hasn't explained like currencies and shit to me, so like, I am completely lost when it comes to shit like this. よし、やった。
All right. Oh, that's her, I think. Oh, Karen, 連隊長。ユイトに現場か。そこのジャジャ馬のことは任せたぞ。俺は部隊を立て直すために前線へ戻る。了解。カサネ、あのナオミは？あなたたちは全てを見たんだから話しても構わないわね。セイランの駐留軍に連れて行かれたわ。さっきの車もセイラン駐留軍のものだったのか。ええ。何かがおかしいぞ。今回のことを吹雪連隊長に報告したら口外しないように言われた。重ねに。カレン連隊長も同じことを言って。なぜ口止めするの？海抜わからない。それからこれを見てくれ。これもセーラン駐留軍が落としたものみたい。これ子供の頃家で見たことがあるわ。吹雪連隊長の話だと一時的に回収されそうになったけど日本だけ手元に残しておいた。いい判断だわ。それにしてもどうしてそんなものが家にあった。ランドール家は兵器の開発が中心で製薬関係はスプリング製薬と提携を結ぶ。このアンプルのことも秘密事項として口止めされた。スプリング製薬というのは吹雪連隊長の実家だったな。連隊ニューヒムカを信用するな。え、それはどういう意味だ。カレンが言っていたの。私にも詳しいことは。このアンプルが本当にセイランのものならランドールやスプリングはセイラン氏と組んだから何だと言われても答えは出ない。カレンたちの言う通り今回のことはあまり口外せず私。そのアンプルかなり重要なもののようだ。ほっだったらバッキーちゃんの中にアンプルを隠しておくよ。え？え？裁縫が得意だとは思わなかったわ。Oh. 子供の頃から自分のことは自分でやるように言われていたからね。はい、これ二つあるけど。俺はごめん、コウムル。バッキーちゃん、お姉ちゃんだったらすっ重ね。あの怪異がナオミだってことは分かっていたけど。やめて。私はナオミを取り戻す。綺麗事かもしれないけど俺だって綺麗事ね。でもありおおつぐみちゃん。あれ、ナオミちゃんは。あどうしたの、ユイト。いや、後で話す。ナギは前線本部で救護班に預け。隊長も花火ちゃんもピンピンしてるぜ。お前らのことを。いえ、ユイトたちは先に脱出して。この先に試練がいるらしいの。拾って帰るわ。なら俺も一緒に行こう。この作戦が終わる。うん。じゃ、俺たちも生徒隊長たちと合流して。Huh. Okay. So I'm guessing, like, the sisters have some fucked up past. They wanted to get the white haired chick, I forget her name, Katana something. They wanted her, but the sister went in instead. I don't know. ここがユイトの家のユニットか。確かに地理的にも設備で構わないのか。もちろんです。どうせスメラギの家で。じゃあ遠慮なく上がっ。それにしてもユイトが無事でよかった。してないです。ええー、つぐみちゃんひどい。
俺というものがありながら、すぐみちゃん、I love it, I love it. This is the shit I live for. うるさい。Oh my god, she's so adorable. そういえばナオミはどうした？ゲンマと合流して強化隊に戻ったのか？それが、ナオミは、Oh, I would tell them. I would definitely tell them. ナオミは死んだわけじゃない。だけど、怪異になったとは言えないよな。怪異に。So we lie to our friends. Cool. She knows what happened. うそ。ナオミが。それでユイとは元気がなかったのか。みんな一度は同じような経験をしている。だから元気を出せとは海抜群で生きていくため。はい。よし。しばらくここで休んでいこう。俺が許可する。その間に心を整理しておくんだ。彼女。They should have named the monster something else. The others is not a good name, bro. The others is not a good name at all.ユイとナオミのこと、吹雪連隊長に口止めされた？うん、されたよ。カサネにも伝えろって。つぐみもそうだったのか？うん、本当のこと。 I don't like not telling the truth. 言えないのは辛い。 It hurts how adorable this character is.A lot of people send me fucking messages, bro. Okay. Again, Musubi's. まずはこれを。メニュー表？新メニュー祭り開催中。大盛りを時間内。待ってくれ。その通り。ユイトに食べてもらって、私は商品のコーラをもらうという。もちろん食べきれなかった場合の代金は私が持つから、そこは心配。I feel like you're lying. これか。食い切れる保証なんて。新メニューの宣伝だから量は通常の3倍程度だ。ユイトの年齢なら食べざく。でもほらここ見ろよ。要予約だって。She already made one. 心配する必要はない。すでに予約済みだからね。食わせる気満々じゃないか。わかった。He's an idiot. 苦しい。さすがユイト、いい食べっぷりだったよ。私が見込んだだけのことはある。
とはいえ少し無理をさせてしまったな。いや、食い物はもういい。そうだ、さす私、嵐はこういうのが得。ダメかな。無理にとは言わないんだけど。仕方ないか、君のおかげ。利益ってコーラか。君の調整を断らない程度にはね。 So much that I can't refuse your request. では、okay. すぐに始めよう。面倒なことはさっさと終わらせるに限る。悪いな、無理って。別にいいさ。しかし君は思ったよりもせっかちだな。さすの調整なんて。嵐に見てもらえるのはいい機会だし、なるべく。もしもさすがうまく使えなかったら、みんなに迷惑がかかるのは嫌な。君、そこは最初に生存率。それではまるで自分の命は。言われてみれば無意識か。やれやれ、長生きのできないタイプがここにも。君はもっと肩の力を抜いて。She's a bad influence. そんなこと。気負いすぎず、手を抜けるところは抜けばいい。適度な休息をと。要するに、私がサボりを進めるのは合理性ゆえなんだよ。She's a shitty person. でも、そうやって手を。それで誰かが傷つくなんてことがあったら。はあ、真面目か君は。仕方ないだろ。実は君のような人間をもう。俺のような。さあ終わった。本日の嵐サポートセンターの業務は。え、あ、これで今回無理をさせた分は総裁だ。それと君、苦労。前に会ったと。She's different. She's fucking dumb is what she is. Oh, it's him. Oh. Another Bond episode. Tsugumi, just now. Eh? A conversation? Good, but.She's so adorable, it physically hurts my soul. もしかして忙しかったか？違うの、大丈夫。ただ、心の。If this game lets me romance anyone, it's her. This is it. Like, spoiler alert. This is the one I want. Fuck everyone else. It's her. ことじゃないって。俺の方から話しか。でも、そんなに。私、雑談とか苦手。私と話すと嫌な気分になるだろうって思っ。別に俺は全然嫌な気分になんかならないから。あ、ありがとう。 Oh my god. Oh. そういえば、ああ、用事ってほどのことでもないんだけど、花とか植物とか好きなのか。うん、ガーデニング。面白そうだな。ユイトの家の庭。確かに手入れは結構大変そうだったかな最近。もっとだよな。昔はもっといろんな花。あ、ユイト植物好きなの？
あ、まあどっちかっていうと好きか。どんな植物好き？やっぱり花とか。改めて聞かれると、その花がなんとなく優しい感じで好きだったな。花の名前、それがわかんないんだ、その花。あれ、私、え、植物のこと。情報ってつまり花の特徴ってこ。見た目は花びらが小さくって、葉っぱは丸くて細長い感じで、こう下から囲むように。大体わかった。あとは花びらの数。自信ないけど。ユイト、よく覚えてる。それだけ。ありがとな、つぐみ。違う、こっちは聞こえてないみたいだ。熱中し。The only reason I keep playing this game is for her. She's so fucking adorable, it kills my soul.That's it. I found my wife. Good job, game. Alright, so we gotta save the game.And then I guess we'll go. Oh no, wait, hold on. Go to the next phase. Am I gonna wake up in the fucking. In the tomb again?少し前に周防に戻ったよ。俺は仕事で戻るが、お前たちは呼び出しがあるまで好きにしてていいぞって。おっと、残念ながら自由行動終了。やれやれ、お上が働けときたか。あ、私も大丈夫。だな、海抜群にいる限り、こういう。そうだな。Super, it's pretty brutal, but he is correct. It's just like, you know. I think Naomi's actually like gone. Nagi, it's time to stand up. What? Ah, Kesa, Kuni, Tain, Kyoka. Oremo, Joe, Tain, so so, Yobi, the Sarichmata. Demo, Konoida no Hachkakido no Nimu no Atokara. Okage sama de na.体がなまっちゃってるから、出撃。待たせたな、みんな。お、ナギ。はい。さてと、今回はカレン連隊長からの。今回もスリーマンセルで行くぞ。俺とナギ、つぐみが第一班、カゲロウ、ユイと花火が第二班だ。区など高速輸送道路には最近多数の国防軍が出撃している。あっちは軍隊といえども所詮一般人だからな、怪異との戦いに巻き込むわけにはいかない。もし見かけたら距離を取るよう警告してくれ。それナギ、ん、怪我の。違うよ。ああ、そりゃナオミちゃんが戦死したのはショック。戦死？は？え、いや、そりゃ
あの、でも確かに生き怪異になった。え、 They changed his memories? 次行く前に変なこと言うなよ。俺、ナオミちゃんが死んだことを受け入れて前を見なきゃだろ。ほら、行くぞ。ナギのやつどうしちまったんだ。 What the fuck?They drugged him. They've had to either they drugged him or he's in fucking denial, which makes sense. He actually did like her, so he might just be like, "Oh, she died. She legit died." Also, are we not gonna like ask who the fuck shot her? Like, she got shot. We were all there for it.Alright, so we're gonna go here, because I think there's a mission here, if I remember correctly. Because we're not gonna start the next one. Like, I literally have, like, maybe 3 minutes left. I don't like making long videos, especially for, like, a game like this, where it's, like, it's not known. Like, if this was, like Resident Evil, I'd have no issue doing it for Resident Evil, because Resident Evil's, like, you know, people know that game. What? She has gray hair.Code. She said code. You said code. I love how she says code at the end. It's fine. It's not that big a deal. I don't really care anyways. Can't use your power right now, you fucking potato.So I'm gonna end it right here, guys. Next episode, we'll start her mission, just because it's getting late for me, but yeah. Let me know what you guys think about the game itself. Again, I apologize if I'm being too negative, but I think I have valid points. If you don't think I do, let me know in the comments below. If you guys want to follow me on my social media, links are in the description below. Thank you all for coming up to this point, and I'll see you guys later.